こんばんは。さつきチャンネルです。今日も11時がやってきました。いやー、今回の参院選も全国いろんなところでお目にかかりましたねえ。私は1都2府16件伺いました。でも、今回はこの間の衆議院選挙96選挙区もあったんですけど、それに比べるとまこのものすごい気温ですから。あの無理に街頭に皆さんを。 こう大集めするような形の選挙戦をやっている方は少なくて、集会の数なんかも明らかに少なかったなというふうに思ってます。東京の私のフォロワーさんの方の中からも、都議選の時には全候補者来たんだけれども、今回参議院選の候補者の車は誰も見てないとかいう方もいらっしゃって、やっぱりそれは参議院の特に地方区の選挙っていうのは地元の衆議院議員とか。 地元の地方議員に比べると遠いいいんだなとううように思いますそれから比例区については相変わらずその透明を書く透明しか書けない衆議院選挙と候補者名で投票してその票数で人数が決まる順位が決まる参議院との差が分からないこれがこれだけ何回も選挙やっててもあるんだなと思いました。 そして今回印象的だったのはもちろん我々自民党にとってはもうあのねじれ解消大幅増え与党で13576議席135非改選を合わせるというのはあの本当にこれから3年間え安定して困難な課題に取り組めるんですけれども選挙区では岩手と沖縄が駄目であったと私も岩手の方は 入ったんですけれれどもあの民主党離党離された平野副大臣も強かったら、まあ、沖縄の場合はあの糸数先生は大変強固な個人的地盤をお持ちなのと、まあ、オスプレイとかいう問題があまりにもこう争点化されてしまってそれはああいったものはあの基地自体が迷惑施設ですからそれはあるかないかだったらない方がいい方に行ってしまうしまあ沖縄独特のいろんな問題もあって、まあ、その2つは無理だったのかなと。 総理も石破幹事長も入,れました入られましたけど難しかったのかなと思いますがあとは全選挙区で当選したと複数区も当選したということはいまだかつてない国民からのご信任でもう私たちは誰の他人の責任にもできないと全責任が自民党プラス公明党の与党に来てしまって何かができなかったらもう全部我々のせいであるということですね。 逃げ場がないといととうことですねあのそういう結果になったなと思って、えー、この結果を見届けて夜中の2時まで自民党本部にいましたあの武見さんの万歳をあのテレビで見たよって言われたんですけど武見さんの万歳が東京ですごく遅くて、えー、12時過ぎまでいましてその後自民党本部に入って、えー、参議院の部屋にいてで今日はその足ですぐに、えー、その翌日翌日翌翌日はすぐその足で、えー、石巻と仙台に行きました。 ですから、まあ、仕事はもう大勝利を受けても全くおごることなく一瞬も、えー、止まることなくやらなくちゃいけないしむしろそういう姿勢を見せて,ていかなきゃいけないなと思ってます。でアベノミクスを続けてくれっていうことが、まあ、基本的には今回の選挙戦の私たちへの投票だったと思うんですね。 私も前半戦にニコニコ動画の討論みたいなものを2つぐらい出させていただいて1つは自民対民主のマニフェスト討論だったんですがあの私の自民党 VS 民主党の藤井さんで討論会討論合戦やったら68対18でまあ大勝利したと、まあ、大体その流れがあのこちらに来たかなとそのまま続いたかなという感じがしてますが。 それはまだやりかけたことだから最後までやらしてみようということで,でこれで結果が出なかったらあの3年後はとても大変だと思うので私は選挙が3年後ですので一番大変な時になるというつもりでもう今日からあと3年間が自分にとっては選挙戦だなというつもりでやろうと思ってます。でのの自民党の得票票っって万票だったんですねで比例区の方は1846万票。 これも歴史的に一番高い投票率の得票の一つではあると思うんですがあのその中で個人票が438万票しかないと、えー、少ない少ないと言われた我々の時に比べても比率として多くないということでもっと個人票を書いてもらえるような選挙活動を現場でもインターネットでもしないといけないなと痛感しました。そして選挙区区と比例区の帰りが 418万票あるとこれは日本人独特のバランスであるのかあるいはいろんな選挙協力の結果とかもあると思うんですけれどもこれが民主党では150万票の差維新なんかはむしろ比例票の方が251万票多いという結果だったと公明党さんはもちろんですけれどもねそういうことを考えると あのやはりもっと比例でパンチのあるこの人が何をやってきたのかというのを皆さんにアピールできるように私も頑張ろうと思いますだから最後になりますけれどもインターネット選挙これ予想されてたようにあの情報が氾濫しすぎたと思うんですねで私も自分自身の選挙ではないときに、えー、親愛なる我が同志の候補者さんをあのお扱いして 間違いがあると困るとと困思ったんで結構コンサバにやりました、えー、初日からあの武見候補とか古川候補それからあの島村候補なんかのインタビューを次々とったりしたんですけれどもあとはまあ演説を載せていくだけであのリンクを貼ったりとかあのメールを発信することも今回私自身はやってないですし。えー あとはまあフェイスブックやツイッターで私の読者の方がいろいろと相当数拡散してくださったということなんですけれども、情報が多すぎるとどれを見たらいいか分からなくなると、でそれで結局その候補者が一番伝えたいことが一番見られていることになってないという意味では自民党も使い方を相当考えなきゃいけないなと思いました。あの維新の橋本さんは一人で110万フォロワーを持ってらっしゃるので。 全部そのツイートしたものをリツイートしていくだけで候補者分の宣伝が110万回できるとで私のフォロワーは14万7,000ですが、えー、やっと増添さんを抜いたなと思ったらあの安倍総理に抜かれて、えー、相変わらず自民党では5番目のまんまなんですけれども、えー、5番目4番目だっけ5番目目だけ5かな、えー、河野さん小池さん 谷垣河野さん谷垣元総裁小池さん安倍総理私かな安倍総理小池さん私かなどっちかだと思います。ですがあのそこの辺りをこうもうちょっと考えて私たち十数万件以上フォロワーがある人間は全部こうリツイートに使うとかいうそこまでの、まあ、えげつないとは言わないけど作戦を自民党はやってなかったんでねえその辺はもうちょっと考えた方がいいかななんて思ってます。 これからもこの YouTube「さつきチャンネル」を使って皆さんがはっと思うような政治の情報こういうことを基準にして投票行動を決めたいなとかあの政治家ってこういう観点での判断がとられるんだなということをアピールしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ささチャンネルどうぞ登録してくださいいそれではおやすみなさい つきチャンネル必ず登録してねよろしくお願いします